はい、2番手の瀬尾氏です。今回はですね、モーニング娘。動画撮っていきます。モーニング娘。のですね、13期太陽騒動画を撮っていきます。今までのね、傾向とかも喋りつつ撮っていきます。よろしくお願いします。この動画と次の動画と、あの3件ぐらい、まあパート3ぐらいに分けて喋っていきたいと思います。先に言っときますが、ぐだったりね、フリーズしたりするかもしれませんが、ご了承ください。編集なしでいきますのでね。はい、あと、まあ、エンディングの挨拶を先にやっておきます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント欄お願いします。ではでは本編に入ります。13期の予想動画1ということでやろうかなと思います。13期、まあ13期だけではなくて、今までの傾向ということで、モーニング娘。の新メンバー予想、新メンバー傾向ということで、喋りたいと思います。12期の時は、まあ、9期から、ハロプロエッグとリエッグと言っていましたけども、ハロプロエッグから1人、一般から3人という形を取りましたけど、一般といっても経験者が、まあ、経験者がいたりとかですね、すると。今まではですね、この前のオーディションぐらいまでは、追加メンバーオーディションまではですね、経験者はノーですよと、中途採用はしませんよぐらいの感じだったんですけども、ここからは鞘師がダンス経験者が入ってきて、で、まあ、鈴木と生田と、ね、ハロプロ研修生から、ハロプロエッグから、福村が入ってき、福村瑞希が入ってきたりですね。しましたよね。10期に関しては、まあ、石田由美とですね、工藤はですね、ハロプロ研修生ですもんね。で、まあ、いくぼ芸能経験者と、モデルをやってましたからね。あと、佐藤はですね、まあ、乗馬、まあ、特技乗馬とかドラムとか言ってましたけども、はい。で、11期は小田さくらが入ってきましたけれども、
11期はですね、久々の一人ということで、9期、10期、19期、10期、12期はですね、4人ということで、入ってきたんですけど、まあ12期を喋りますと、ハガとマキノが研修生。で、野中と尾形が一般という感じでしょうかね。でもですね、尾形の方ですかね。尾形の方がフィギュアスケート。ちっちゃい時からやっていたと。ということで、まあ、芸能経験はなくても、運動経験はということでね。まあ、いろんな、そこら辺の、こう、選考基準みたいなものが変わってきてるのかなと思いましたね。で、今回の13期の予想と、予想ということでね、やっていきたいと思いますけれど、ハロプロゲー、まあ、4人だった場合ですよね。サヤシが抜けた穴を埋めるだけなのか、4人選んで、最高4人、最大4人、最小1人という感じなので、1人か4人か3人かぐらいの感じですけども、まあ、1人だった場合は、歌唱力かな。で、4人だった場合は、将来も見据えて、ということと、キャラクター重視かなとか。まあ、歌の中では、中継ぎなのかなとか、思います。まあ、まあ、12期の牧野とか、小田、それから10期の佐藤とかですね、9期の福村瑞希。まあ、先ほども言ったんですが、11期の小田さくらですよね。が、まあ、この4人が、しっかり、こう、ボーカルの分野、歌の分野に関しては、しっかりして、もう来ましたのでね。あとね、あとダンス面で言うと、石田。がですね、石田と、まあ、まあ、段数まで行くかどうかしら、わかりませんが、石田、生田、それから尾形、ですよね。が、しっかりこう、してくるんではないだろうか、してほしいなっていうのも含めてですね、ちょっと、思いましたね。で、13期の、誰が入ってくるのか、入ってきてほしいのかどうか、ということで、僕はですね、今回の研修生はね、はっきり言ってね、いませんね。いません。まあ、今まではですね、牧野が、まあ、牧野が欲しいなとか、こう、稲葉真中が欲しいなとか、浜浦綾乃が欲しいなとか思ってたんですけど、まあ、牧野はね、娘に入りましたけども、まあ、マウラとね、稲葉はね、違う、
ところに行きましたし、忍のままね、椿に入ったりですね、忍のままうまかったんでですね、さすがに、椿に選ばれましたけども、でいないんですよね、今回の僕が欲しいなっていうメンバーいないんですけども、誰が欲しいか、ボーカル面で言えば、ガンバラですね。踊りの面で言えば、誰ですかね、いませんね。運動神経のいいやつっていうことでしょうかね。で、ハラパラ研究生だけではないと思いますが、4人だった場合は、ボーカル面2人、キャラ1人、ダンス系1人、というふうに、ね、来るんじゃないかと。で、さっきも言ったと思いますけども、ボーカル面だけだと1人という可能性もあるよと。オーダーレベル。ぐらいの、まあ研修生になるの、多分研修生だと思いますが、勝利の場合はね、まあ複数人の場合は中継ぎ面と、とにかくボーカルの即戦力と、育成を兼ねた、こう二人。即戦力というのは、まあ、オーダーレベルぐらいですよね。で、先発ができる即戦力。で、キャラクターというのは、まあ、鈴木、生田ぐらいのキャラクター、中杉でいいので、欲しいなと思いますし、あと、ダンス面で言うと、石田レベル、かな、思いますね。まあ、その中に大型が、くれればいいんですけど、石田レベルまで行ってくれればいいんですが、まあそれを補充する意味で、石田レベルのダンス経験はなくてもいいんですが、一人と、まあ、真ん中次の先発候補処理ぐらいな感じでいいと思いますね。以上になりますね。おそらく以上です。ご視聴ありがとうございました。2番手の選手でした。バイバイ、バイバイ。